トールは、ダイハツ工業が製造、販売する、トールワゴン型のコンパクトカーである。コンパクトな外形寸法とすることで、小型乗用車でありながら軽自動車と同等の、取り回し性と広い室内空間を実現しており、同社の軽乗用車であるムーブやタントなどでも、採用されている、光合成ボディや D サスペンションなども採用されている。なお、本車種は、親会社である、 トヨタ自動車やスバルにも OEM 供給され、トヨタ自動車では、ルーミーとタンクとして、スバルでは、日本市場では、約21年11ヶ月ぶりの社名復活となる、ジャスティとしてそれぞれ発表され、事実上、軽自動車を除く一連の国内向けの小型自動車としては、市場初の4兄弟車種となった。エンジンは、な、仕様の 1KRFE 型とターボ仕様の1、 k r ヘッド型の2種類が用意される。1KRFE 型は最終減速比をローギアード化して軽快な加速感を実現するとともにアクセルペダル回イドに対してスロットルバルブ制御を変更したことで加速時や途半時における加速性能を実現した。1KR ヘッド型は 新開発の1.0リットルターボエンジンで1.3リットルから1.4リットルエンジンに相当する72キロワットの最大出力を1.5リットルエンジンに相当する 140Nm の最大トルクを2400から 4000RPM の幅広い回転域で発揮するほかアクセル操作に対して優れたレスポンスをもたらすスポーツモードを装備しておりステアリングスイッチの操作で 切り替え可能である。4WD モデルは、ビスカスカップリングを用いた、パッシブオンデマンド方式の四輪駆動となる。また、停車前、アイドリングストップ機能、エコアイドルや樹脂化ボディなどを採用したほか、空力ドアミラー、ルーフスポイラー、エアロアイパー空力フードヒンジカバーなどの採用により風流れを、コントロールして、走行抵抗の低減を実現したことで、 低燃費性能も実現しており、エンジン、駆動方式を問わず、全車が平成32年度燃費基準を達成している。D サスペンションは高速直進時の安定性や、操打時のロール抑制を図るため通るように新たに調整されたほか、全車にフロントスタビライザーを標準装備し、ターボ車はリアにもスタビライザーを装備している。安全性能については、SRS サイドエアバッグと、 SRS カーテンシールドエアバッグをオプション設定したほか、ダイハツの小型乗用車では3代目ブーンに次いでの採用となる衝突回避、システム、スマートアシスト2を採用。さらに、シートベルト締め忘れ、警告灯、エマージェンシーストップシグナル、オートライトを標準装備したほか、廉価グレード以外には、クルーズコントロールも装備する。外観は、 ガラスエリアを前後に吹き抜けるデザインとし、フロントからサイドまでまっすぐ伸び、リアへ駆け上がるサーベルをモチーフとしたキャラクターラインを採用。リアはボディサイドと連動した立体造形となっており、リアランプとハイマウントストップランプには LED を採用。LED ハイマウントストップランプは後方からの視認性とデザイン性を兼ねる大型動向式を採用している。なお、 2020年9月のマイナーチェンジ以前の姉妹車との比較では標準系はタンクのカスタム系はルーミーのデザインとそれぞれ共通としジャスティの設定とは逆になっている内装は直線的なラインと平面で構成されインパネは水平に広がるデザインとしているメーターは運転席前に配置し見晴らしを良くするため風土を低く抑えたまた インパネメータークラスタードアトリムにはステッチを用いたレザー表現としたフロントフェイス LED リアランプ内装は標準車とカスタムで異なり標準車は薄い切れ長デザインのランプグリル大開口アンダーグリルシャークフィンのように見せるバンパーブデザインで構成されたフロントフェイスで LED リアランプはブロックライン発光の縦長タイプを採用内装は オレンジのアクセント色を配し、シートにはエンボス加工を施した。カスタムは重厚デザインのメッキグリルやボディ同色のフロントスポイラーを装備したフロントフェイスでヘッドランプやフォグランプにも LED を採用。LED リアランプはクリアレンズの巨像を用いた 3D タイプを採用する。内装はブラックを基調にテックブルーのアクセント色とシルバー加色を配し、 シートには撥水加工を施した。ボディカラーは、新金色の、インペリアルゴールドクリスタルメタリック、レーザーブルークリスタルシャイン2色を含む9色を設定し、カスタムには2トーン色5色も設定している。北欧神話のライジントールから、トールの意味である、力強く、頼りがいがある相棒に加え、同じ発音で、背が高いを意味する、トールを重ねている。ありがとうございます。